運命ってあると思いますか？はい、友達にはなれても恋人にはなれないというラインはどんなところ？性別が男。顔、性格、どっちを重視する？性格。あなたの癖は何ですか？癖はね、って言ってしまう。これからやってみたいことや趣味は？一度もって言わずにセミナーを終わらせること。どこからが浮気だと思いますか？バレた時か。自分の短所、長所は？短所は浮気をしたことがない。長所は浮気がバレたことがない。思わずドキッとしてしまう異性の仕草は？このピアス誰のって聞かれた時。あなたのチャームポイントは何ですか？このピアス誰のって聞かれてもすぐ俺のって答えられる子。告白は自分からできますか？できます。料理はしますか？します。するなら、得意料理は？ポップコーン。最近一番嬉しかったことは？上手にポップコーンが作れたこと。持ってきてよ。